Hey guys, こんにちは。今日はね、ちょっとすごいいい天気なので、ちょっとね、公園に来て日に当たってます。まだね、全然白いけど、もっと黒くなりたいです。でもね、まあちょっと今、考えてたことがあって、カメラちょうどね、持ってきてたので、みんなとシェアしたいことがあります。まあね、共感できる人も結構いると思うのでね、もしよければ聞いてください。でね、まあ今はこうやって自分の好きな筋トレの動画を上げてね、たくさん見てくれてる人たちもいるしね、僕の周りの友達も結構みんなね、筋トレもしてますし、まあ筋トレしてなくても、まあ他何か違うことに打ち込んでる人がたくさんいます。まあね、そういう今はポジティブな環境にいると思ってます。でもね、本当にまあ、昔のこととか考えてたら、まあ、筋トレを始めた当初とかね、そういう時のことを考えてたら、本当に、まあ、ずっとそうではなかったなっていうことをね、ちょっと思い出してました。やっぱりね、筋トレ始める理由たくさんあると思うんですけど、まあ、スポーツのために筋トレをやってる人もいるけど、自分をもっと上達させたいとか、もっとね、自信を持ちたいとか、そういうね、もっと自分を上達させるために筋トレを始める人もすごい多いと思います。僕はそういう、まあ、理由で始めたのが筋トレでした。もっと自信を持ちたい、もっと女の子にモテたいとかね、そういうことが理由で、まあ、始めました。でまあね、本当にその行動、その筋トレを始める行動を起こすのは簡単なことだと思います。本当にね、難しいのはその行動を起こした後に、まあ、いる周りの人たちだと思います、まあ、まあそれを説明すると、やっぱり筋トレをするともっとねヘルシーになるし、まあ、自信もついてくるし、そうやってね、まあ、成果が出てきますよね。で成果が出てきたら、やっぱり自分も、まあ、思考もねポジティブになります。あ、俺も他のこともまあ、頑張ればできるんだって言ってね、他のことも挑戦したり、そうやってね、どんどん自分を高めていくことになりますってね。それを見た、まあ、友達たちは、まあ、今までね同じレベルにいたわけですよ。でも君はそうやって努力をして、まあ、筋トレをして自分を高めていってる、こうやって上がっていくと、やっぱりそれを見てる、まあ、友達は、まあ、気持ちくないわけですよ。だからね、そうやって引きずり下ろしたいから、そういう引きずり落とす、まあ、ネガティブなコメントとかねを言ってきたりします。でまあね、それが、まあ、80% ぐらい本当に現実だと思います。で 20% はね、本当にポジティブな人たちもたくさんいます。それを見て、あ、俺も変わりたい、一緒にやっていこうとかね、そういう道のりに乗ってくる人もねたくさんいます。そういう人たちが僕は本当の友達だと思ってます。でまあね、筋トレだけじゃなくてもいいんですよ。他のことをね、打ち込んでやってる、目標があってね、頑張ってやってる時間を無駄にしてない、そういう人たちは本当にポジティブな人たちです。なのでね、そうやって筋トレを頑張ってやってもね、そうやって批判したり、ネガティブなことを言ってきたりはしません。ネガティブなことを言ってくる人たちはほとんど、やっぱりもう、なんか目標なくやってダラダラやってるっていう人たちです。僕もね、まあ、ニュージーランドで16歳の時に筋トレを始めたんですけど、まあね、いろいろ言われましたよ。なんでささみを食べてるんだとか、なんでマックに来てサラダ食べてるんだお前はとか、お前はナルシストだなとか、時間自分に費やしすぎだとか、自分のこと本当好きなんだなとか、そういうねネガティブなコメントを、まあ、たくさん言われたこともありました。最初、本当に最初筋トレを始めた時は、その、まあ、前の始めてない時の僕を知ってた人たちで、ネガティブな人たちはそういうことをね言ってきました。やっぱりね、始める前はすごい細かったし、あんまり自分にも自信なかったしね、そんな感じでした。でもね、そこで一緒に筋トレを始めた友達もいて、そういう人たちは本当に今でも友達です。でまあね、とにかく言いたいことは、
本当に周りに置く人たちっていうのは本当に本当に大切です。ポジティブな、ね、人たちを周りに置くことによって、自分ももっと自分をもっと高め合っていくっていうことができます。でもネガティブな人たちが周りにいると、ただどん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 下に行くだけです。なのでね、ポジティブな人たちは周りにたくさんいますよ、たくさんいます。なのでね、そういう人たちを、まあ、周りに置くようにしましょう。まあしようということをね、まあ、することの大切さということをね、ちょっと今考えてて、本当に本当に大切なんだなと思ってました。でもね、まあそういう同じシチュエーション、まあ、僕が筋トレ始めた時にいろいろ言われたけど、そういうね同じシチュエーションにいる人たちは、まあ気にしないで、まあ頑張って、まあ気にしないでやるようにしましょう。最終的にはね、周りにはポジティブな人たちが来ますということです。うん、まあね、今日も普通にブログ撮ったりしてやっていきたいと思います。ちょっとね、ワンテイクで思ったことをバーってちょっと、まあうまく話せたかわかんないけど、まあ、話してみました。なので、まあ、まあ参考っていうか、もしね共感できた人がいたら、まあ良かったなと思います。 OK です。今日は公園すごいいい天気、もうすぐでね夏休み終わっちゃうんでね、ちょっとはあ、まあ長いけど短いっていう感じですね。あっという間でした夏休み。でもまた冬に帰ってくるんでね、楽しみです。ということでね、また次の動画でお会いしましょう。ではこの次まで。